ん、続きやっていこうか。はい、次は最近購入して温めておいたサバイバー、ジェフ・ヨハンセンを使っていきます。お、なんか見た目いかつい、米取りなおっさんやな。完全に見た目ハグリッドですよね。ちょっと気を使う言い回しやけど言わんとすることはわかるわ。ねえ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 、あかりちゃんあかりちゃん、このジェフ・ヨハンセン、まだまだ未開拓なサバイバーやから、きちんと固有パークは把握しとかなあかんな。あかりちゃんあかりちゃん、ねえ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 、今回のパーク構成は、ジェフの固有パークプラス、妻着といった構成や、あかりちゃんはお気に入りのクマのぬいぐるみベアマルを焚いて、なあ、何を言ったんじゃ、聞こえてるじゃないですか、やだ。なんで私の恥ずかしい秘密を暴露する必要があるんですかね、嫌がらせですよね、芝居でもよろしい。ああ、あかりちゃん怖い、目が怖いです。たく、ね、なんやねん、開始と同時に出てきた左上のカウンターは何ですか。それはあれや、1試合の時間を測るためにつけとるだけや、気にすんな。なるほど、オッケー了解、気にしない。こいつほんまアホでよかった。ね、いきなりガンガン発電機回すアグレッシブな動きを見せておりますが、そこら辺は問題ないですか先生。目の前の発電機を手当たり次第に回す行為は、発電機を偏らせる要因となり、あまり良いとは言えません。しかし、ゲーム序盤ならばそこまで偏りを気にする必要もないと思います。後から調整が効きますからね。さあ、修理完了です。沈音もしないし、とっとと次の発電機へレッツ。アンデロー一人だけスプバで逃げ上がりましたよ。ちょ、やばいやばい。お得意のチェイスかましてやってくださいよ先生。はい、どうでした。なんたって私は無敵のチェイスマン。あそこの固有、あそこの固有、あそこの固有、ちょ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 、待って待って、ちょっ、はい、あ、墓石や。はは、こんにちは、僕墓石マイケル。レベル3で相手を奈落の底へ葬り去ることのできるすごいやつさ。決めゼリフは立ち目にしちゃうぞ、みんな覚えてね。やるやん、最速記録や。不覚プレイするの一回交代って言うたけど、ゆかりちゃん続けてやってもええんやで。さっきの墓石は事故みたいなもんや、気にすんな。いえ、約束なので、次はあかりちゃんがプレイしてください。そして、私の仇を取ってください。よし、わかった。うちに任せて。その前に、このジェフ・ヨハンセンの詳しい説明がまだやったな。見た目は、いかついヒゲモジョの小太りマンやヘビメタが好きで、デザイナーをしている、このおっちゃん。固有パークは、ブレイクダウン、アフターケア、ディストーションの3つや、それぞれ説明していくで。ブレイクダウン、フックから脱出する、または、救出されると、フックを破壊することができる。アフターケア、次の条件を満たしたサバイバーと相互リンクを生成し、位置を可視化できる。条件は以下の通りや、自分がフックから救助したサバイバー、自分をフックから救出してくれたサバイバー、自分が治療をしたサバイバー、自分を治療してくれたサバイバー。ちなみに、自分がフックに吊るされると、それまで生成した相互リンクは消滅するで、ディストーション、トークンを消費して、キラーの索敵を回避することができる。と、固有パークはこんな感じか。今回は、この3つの固有パークとスマチャクといった、パーク構成で頑張っていこう。どれもなかなか使いどころのあるパークやし、気合い入れて脱出目指すで。おっと、ここで右下のトークンが一つ減ったな。ディストーションのトークンが減ったいうことは、殺人鬼がこっちのオーラを索敵したいうことや、タイミングがフックに釣られた瞬間いうことは、バーベキュー&チリ、通称、バベチリがついとるな。なんかえらい美味しそうな音が聞こえてくるわ。あいつ何やっとるん。ゆかりちゃん、何やっとるん。バーベキューです。は？バーベキュー。うん。みぃ、みぃ、なんでババアやねん、焼いたら怖すぎるわ。はい。ね、なんで急にバーベキューやり始めたん。キラーのパーク、バーベキュー&チリからこの着想を得ることができました。世紀の大発見みたいな言い回しから生まれる雑なボケやめろや。でもこの音は食欲そそるわ。何焼いとるん。それはもちろん。うまい棒。肉焼けや。焼いたうまい棒美味しくないですか。あったかいスナック菓子っていうのもなかなかいいもんですよ。まあ確かにうまそうではあるんやが、なんや、バーベキューからうまい棒を連想する力はうちにはまだなかったようや。まだまだ修行が足りませんね。しばき倒すで。もうそんな怒らないでください。実はうまい棒の他にですね。お、他にあんのか。新鮮な魚、ジャガイモやチーズなどを包み、ああ、ホイル焼きな。ええやん、あれめっちゃ美味しいもんな。包まれたホイルから取り出す時の食材の香りと頬にかかる熱々。この予定だったアルミホイルのみ焼いてみました。わお、先進的。でしょでしょじゃねえよ、肉焼けや。へ何笑てんねん。ああ、ほら、よそ見している間に誰かやられちゃいました。ペソよ。ほんまや、よそ見しとる暇はないわ。はよ発電機修理せな。そう、ペソね。あそこでチェイス中や。チェイス中ペソ。距離は近いが、この発電機は中央配置の発電機。中央ペソ。多少無理してでも修理させてもらうね。見てろキラーペソ。ペソ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 、うっせぇ。急に何ペソ。それはこっちのセリフやのアホ。そのクソみたいな語尾はなんやねん。チリの通貨です。はチリ。うん。何このチリチリした毛は。天パか。だぁ。うるせぇ。わぁびっくり。さっきからなんやねん、ボケ倒しおってからに。あれか、またバーベキューボケの時と同じ現象か。はい、キラーのパーク。バーベキュー&チリからこの着想を得ることができました。その卓越した発想力を少し抑えることはできひんかね。なんとか言ってる間に修理完了。ここ修理できたのはでかいな。さすがあかりちゃん。ふふん、せやろ。まあキラーに見つかってるんですけどね。なん、やて、しゃあない。気合い入れて逃げるで。キャー、頑張ってあかりちゃん。最初は小屋周りでチェイスするで。よし、ちゃんと小屋板もあるし、多少は持ちこたえられそうや。ゴリラチェンピース、あっそれゴリラチェンピース。距離的にあかんな、ここは窓枠と見せかけて飛ばない。
い、うまい、あかりちゃん。ふくん、任せろや。すまん、小屋板使わせてもらいます。発電機も残り2つなので、タイミング的には良いのではないでしょうか。走れー。ここは窓枠。と見せかけてまた飛ばない。ヒラーの心理を読み尽くしているよ、メンタリストあかり。そしてここは窓枠。と見せかけて飛ぶ。キラーの心をもてあそぶよ、魔性の女あかり。なんか煽り方恥ずかしいからやまー。うわー、ね、などと意味不明の供述をしており、なんでやねん。うちのギリギリの熱いプレイを褒めろや。ボッソ町は固有建築が強いですよ。そこに逃げ込むのが良いのでは。せやな、先生の言う通りや。固有建築に逃げ込むで。イエーイ、さすがに距離詰められてもいたな。これは一発もらうで。あっはー、だからなんであんたがいたがんねん。さあ、窓枠使いつつここら辺ぐるぐるするで。よっしゃ、発電完了や。あかりちゃんすごい。せやろ、お次はゲート開門まで時間稼がなあかんな。ちょっと固有建築出て、つま着で距離離すで。これでうまく見失ってくれるとありがたいんだが。ちょっとあかんな。逃げる方向が微妙やった。視認されても撃たな。あ、ゲート開いたみたいですよ。お、ほんまや。あとは逃げるだけなんやけど。うわぁ、アップなぁ。さすがにきつい、さすがにきついで。あっほー、くっそ、すぐそこに板あったのに間に合わんかったか。あれ使えてたらまだ可能性あったのにな。いや、でもすごかったよ。ナイスチェイス、ありがとう。これでも見て元気出して。なんやこれ、無愛です。見たらわかるわ。まさかまたバベチリから着想を得たんか。さすがあかりちゃん、ご名答。イースター島はチリにありますからね。そうなんか。なんや、もう突っ込む気力もないで。まあこれ宮崎県なんですけど。ちょい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 。え、これチリやないの。ボケるならせめてチリでボケろや。へへへへ、じゃねえよ、変化球すぎるわ。今度こそ脱出してみせます。せやな、うちの分まで気合い入れて決まりや。仇を取ってくれ。かしこまり。うわー、ああ、我不敗なり、我無敵なり、我最強なり。ふはははは、い、ふはははは、俺の勝ちだ。いろいろあれで突っ込みにくいが、とりあえずおめでとうございます。お、キラーさんも来たので、やられながら脱出しましょうかね。ふはははは、この位置ならレベル3も怖くないな。ちょっと、目の前のルームランナーメグに阻まれて脱出できないんですが。ちょ、待って待って、ちょっと待って。にゃー！バカタレ。